はい、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。いじつや、あ、わかったわかった一緒って言ってる。から、あ、そうよ。え、めっちゃ怖いやんこれ。そう、お父さんがあの、その放送だけでも何百円も取られましたから。1000円ぐらい、500円ぐらいやったかな。これはあげて、ええやつ。顔はいあげせんでほしい。顔は難しいね。あ、下で開けようか。え、下で開けようか。あ、なんで、で、あ、ここで開けようか。あ、いいや、じゃ顔だけ、はい、はい、じゃあ、はい、もう一回最初から。いや、いいよ。あーみたいな。はい、テイク2行こうか。テイク2行きましょうか。やったら、え、怖いね。はい、いいよ、はい、怖いね。撮りますか、お父さんが選んだやから。試着つける。何か分かるやろ、もう。え、もんぱりやろ。うん、試着。なんかね、違うもんぱりもあったんやけどね。あったね、あるやろ。やっぱね、それが最高なんじゃ。スタンダードね。それが、それ以上のもんぱりはなかった。あら、こんな箱やったっけ。えらい可愛いね、この箱。お金かかってます、箱にも。お母さんと同じ匂い。好きやろ、それ。モンパリやったら次の日まで匂っちゃうから。やったー。はい、見せてみてほしい。はい、はい、モンパリです。これさ、何も書いてなかったっけ。書いてたのかな。お母さんの見せて。違う？お母さんの見せてして、お母さんの家帰る。なんかお母さんのあと、なんかもっとピンクのやつ一緒か。なんかの。こっちの方が小さい。あれ、あんたの方が大きいんやから。やったー、高かったやろ。高いよ。やったー。高いよ。結構しましたよ。いや、わかるよ。だって高いもん。うん、しずくとモンパリ。はい、しずくとモンパリ。今回あのあれも試供品もこれになったんちゃう。なかったんかな。いや、男の人やったっけ。あ、お母さんも一緒行ったの。これ絶対開けるやつ。見て、引っ張るよ、そこ。で、破けて。うん、いいや。え、夜につけろ。夜に香水つけたら泥棒が来るんだ。しずくどうした。泥棒やな。泥棒苦手だな。あ、どうした、しずく。何が起こった。匂いがするんかも。あ、いくつになられましたか、娘さん。28。まだ20代。もうアラサーです。アラサー。ありがとう。はい、この箱かわいい。愛を込めて。父と母より。師匠。ひずくこれ。ああ、それ髪の毛やったらかわいいかもね。しずく。しずくに髪の毛なんかない。しずくこれかわいいよ。しずく。しずくリモンせん。なんかビビっちゃうね。しずくリモンしませんか。なんかビビっちゃうね、これ。なんかビビっちゃう。うん、そう。怒っちゃう、怒っちゃう、しずく。なんか嫌やった。したの。よっしゃ、なんか警戒しとるね、あんた。お祝いせんと。お祝いしてあげんと。はい、食べよ。食べましょう。はい、ありがとう。はい、やったー。